聖書を読みいたしますローマ人への手紙第15章4節新約聖書の252ページですこの聖書の箇所から「未知の世界へ」と題して吉田誠先生に説教していただきますローマ人への手紙第15章4節これまでに書かれた事柄は全て私たちの教えのために書かれたのであってそれは聖書の与える忍耐と慰めとによって望みを抱かせるためである。 お祈りをさせていただきますすべてを作りたもう創造主なる神様この誠実に教会での礼拝を持つことができますことを感謝いたしますどうぞお一人お一人に神様が語りかけてくださいそしてこの一週間必要な 御言葉を、そしてまた慰めを、必要な方には慰めを、平安を、そして一週間歩むそのエネルギーをお与えくださいますように、よろしくお願いいたします。おゆだにして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。 オリンピック・パラリンピックというのが終わりましてしばし経ちますけれどもこのパラリンピックの方に出場をなさっている方々たくさんの感動を私たちも頂い,いております。特にこの目に障害がある陸上の選手っていう方が出場する場合には伴走者っていう方が横にこうついて一緒に走ると。 まあそういうことがございました。でこの選手と伴走者はこのロープでつながれているんですね。ロープを握ると言いましょうか。これはいろんな工夫がなされていて、まあ、選手によってさまざま違うということをお伺いしましたが、この選手と伴走者が一緒に走る。このロープが切れるとどうなってしまうのか。 これはもうルール上失格というふうになります。これは非常に残念なことですけれどもそういうことになると。ですからこのロープにはですね非常にこう工夫がなされているわけですけれども、私たちも神様としっかりとつながれて歩んでいくそういう歩みをしてまいりたいと思います。今日のメッセージのタイトルは未知の世界へと。 いうふうなタイトルをつけさせていただいておりますが私たちは毎日毎日そして毎時間いや毎分未知の世界を歩んでいるんですね今まで歩んできたそれとはまた違う人生が私たちの生活には待っているその時その時を 神様と共に歩むそういう時を送って参りたいものです今日の聖書箇所をもう一度お読みいたしますローマ人への手紙第15章4節これまで書かれた事柄はすべて私たちの教えのために書かれたのであってそれは聖書の与える忍耐と慰めとによって 望みを抱かせるためであるレジュメをお持ちの方には新科医の薬も書いてます昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのですそれは聖書が教える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのですこの聖書箇所のところで これまで書かれた事柄は全てという表現がありますがこの部分は旧約聖書のある限られた部分だけをこう指すのでなく旧約聖書全体それを表していいるるととううふうに見ることができますですからこの旧約聖書は私たちこのキリストの体である教会のために その信仰と生活について教えるために書かれているということです皆さんもお読みになられてこの人類が作られてそしてその後人々の生活がいろいろこう書かれています時として良きことが書かれてあったりとか時としてちょっとこんなことを 人はしてしまうのかこんなこと書かなくてもいいのにというようなそういう出来事も書いてあるわけですしかしこの聖書は忍耐と慰めとによって望みを与えるというふうに今日の御言葉にはありますこれまでの歩み神の民としての歩みその道を進むにあたり多くの忍耐と 励ましによって確かな希望をいただくものとなっていくそれが私たちの歩みであるというふうに言うわけです。創造主なる神様がくださった聖書この聖書は神様が私たちにくださったものですからその聖書をどのように何のために読むかということをご一緒に見てまいりたいと思います。まず 1> 1番目に聖書の与える忍耐神科医学では聖書が教える忍耐忍耐耐というふうに聞きますとただじっとですねとにかくじっと我慢して我慢して耐えている、まあ、そういうふうな受け取り方もありますけれどもここでいう忍耐といいますのは良き解決の方法を知っているものが その方法が解決をもたらすということを期待するそして事態を変えていく力を持って待っていくそれをこのところでは忍耐といいううふうに言っていますですから私たちは忍耐を与える与えていただくそのところには期待するそしてまた待つということが入っています。 もちろんこの忍耐し待つそのところには神様が共にいてくださるそして神様は私たちにどのようにして忍耐を与えてくださるかというと御言葉ををってて忍耐を与えてくださる具体的にはローマ人への手紙の第8章の25節これを取り上げさせていただいておりますけれども。 もし私たちが見ないことを望むなら私たちは忍耐してそれを待ち望むのである私たちがまだ見ていないものまだ実際に起こっていないまだ起きていないけれどもまだその出来事は見ていないけれどもその出来事を私たちは望むそれは忍耐をもって私たちは待ち望むのであるということです。 私たちは見えるものを望むのではなくまだ見ていないなももののを望むものですそれを得るまで忍耐して待ち望んでいくその時に神は共にいてくださるということです。ある方が自分でですねお仕事を始めるそして今は宣伝のためにということでホームページというものを お作りになれる方がたくさんいいらっしゃると思いますそして皆さんもですねホームページをお持ちになれている方いらっしゃると思いますけれどもそのホームページを作ってそしてそこのホームページに、えー、人々に、まあ、来ていただかなきゃならないわけですね。でその方もホームページを作って、えー、出るようにこう自分検索をしてですね の自分のところが出るようにこう一生懸命まあ努力をするまあそういうふうなさまざまな工夫がおありになられると思いますがまあその方はですねなかなかこう自分が仕事をそのホームページ作って名前も出してなかなかこう上に行かない自分のがなかなかこのパソコンで検索してですね出てこないまあそういう時がずっと続いていたんですが。 徐々にです、ね、こういわゆるこうヒットするっていうんですけれどもねそのヒットして上上にだだんだんんがってきたんですよ私もその方のホームページ時々見ていたんですけれども結構上位の方にポンと出てくるんです最初の画面に。これなんでかなと思ってよく見ますと同姓同名で有名な方がいるんですよ。 皆さんもパソコンでこうやったッとヒットするでその新しく仕事を始めた方もですね自分の名前をこう出してましたからなぜかこういうちょっと言い方は失礼ですけれどもちょっとその方を調べるわけじゃないんだけどもヒットさせてたわけですよね。ポンポンン そうすす。るるとどんどんんん上上に上がってくでれで今では不思議なことですが不思議なことしてたあれです二2番目に出てきちゃっていや感謝ですってその方言うんですよね不思議ですよ自分ではですね、まあ、ホームページ作ってそこに載せてただけ特に多くの努力、まあ、自分だけでこうやってたわけじゃないですからねやってたわけじゃないんですけどもいつの間にか上位ランクされている。 これは非常に感謝だなと、まあ、そういうふうにおっしゃっていらっしゃいました、まあ、そのようにですね私たち自分で努力するもちろんそれも大切ですけれども主義とです、ね、神様のそして2つ目ですけれども聖書の与える慰め聖書が教える励まし 新科医ではそのように書かれていますが慰めそして励ましを神様は私たちに与えてくださいますこの慰めという言葉はギリシャ語ではパラクレーシスというふうに言いまして自分の傍らに呼び寄せるというふうな意味がありますですから人々の傍らにいて慰め励ます そういうふうに神様はもちろんこうしてくださいますけれども私たちもですね人に対してその傍らにいて慰め励ますそういうことをなさってくださいその横に共にいるということが実は大きな大きな慰めでありそしてまた励ましになります。そそしてれれが与えられると 慰めそして励ましが与えられると心に平安が与えられますそしてその平安が今度は与えられると私たちには物事をこう成していきたいこういうふうにしていきたいこういうふうに生きていきたいという,う御言葉が今度与えられることになりますそれは神様から与えられることです 御言葉を紹介しますとピリピ人への手紙の第2章の13節あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神であってそれは神のよしとされるところだからであるこの御言葉によってですねご自身の人生を大きくですね進んだもう,いうそういう方も いらっしゃると思いますが神様が私たちにそのように願いを起こさせてくださるそして私たちはその願いを神様に祈りつつ実現させていくそしてもちろん実現させてくださるのは神であるということです日々の生活の中でこういうことをやってみたいああいうことをやってみたいさらにこういうことをというふうに私たちは日々思いながら歩んで えー、行くわけけですけれどもある方はですね年齢がこう重なってくるそしてまあ一つのお仕事が終わる今あ世の中は、まあ、二毛作の時代というふうにも言われておりますがその方はですね新たたなこととがでですすね気持ちとして与えられたわけです今までしてきたことそこで一段落がつくそして少しゆっくりする。 そうしましままたたたらですね、ま、た新たなこと、そういうことが心に与えられました、まあ、年齢70ちょっと超えてるけども、まあ、そういうお話でしたけれども自分はこれをもう一度やってみたいどうしてもやっぱりこのことをやりたい、まあ、そのことをなす上では試験もありますしそしてまた勉強会に参加する。そそしてて資格を取ってさらに、 社会に出て人々のお役に立っていく人々の励ましを与えていく、まあ、そういうふうなお仕事につながっていくわけですけれども神に祈りそして自分はどのようにしていったらいいか祈れば祈るほどですねその思いが強くなってくるわけです。そそううだよよししやってててみいいいろろ調べてもうそのことを今度実現していく 実際に大きくですねわからない世界だけれども道の世界へ一歩踏み出して歩んでいこう、まあ、そういう方もいらっしゃいます私たちに大きな大きな望みを与えてくださるのも神であるということですそしてこの3番目に望みを抱く希望を持たせる新刊役ではそう書いてありますけれども 私たちに望みをこう抱くことになります皆さんの人生において希望をお持ちになれていますでしょうか学生さんであればですね学校の成績アップそしてまた部活動でそして趣味で何かこう活躍したい、まあそういうふうに思っている方そしてまた希望の高校に行きたい 希望の大学に行きたいまあそういうふうに思っていらっしゃる方はたまた就職活動の真っただ中で今就職先を一生懸命探していらっしゃるここに行きたい、まあ、そういうふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども神様が一番心から願っているそのことは何でしょうかそれはは心からの願いは 神の栄光が表されること、これが神様の願いです。あなたがあなたらしく、創造主なる神様の作品として歩んでいく、そのことが神様が一番望んでいることです。そして聖書の御言葉から、忍耐と励ましをいただいて歩んでいく、これが神様が、 皆様に望んでいる希望になります望みになりますもちろん皆様がこれしたいあれしたいそのようにしてなさって結構ですしかし神様が一番望んでいるのはあなたがあなたらしく神様が作ってくださった自分を大切にして歩んで行きなさいとそのように言うわけです そしてそのためにどうしても私たちはこう解決しなければならないということがあるわけです。それはあなた方のことを神様は心からとにかく大切に思っている。あなたはとっても大切な存在である。そのことを神様がおっしゃっている。そのことをしっかりと心の中に受け入れていく。 そのことが最もこう大切なことに今度はなってくるわけです。それはイエス・キリストの十字架の。あがないによって私たちは表されているということです。この地上にあって。私たちが生活をしてくる。旧約聖書に書いてあります。そのために旧約聖書があります。人々が。 神様ななんかいない神様の言うことなんか聞かなくとも私は生きていけるんだというふうにして聖書に生きている人間の姿が書いてあります。それを罪というふうううに言うわけですそしして神様申し訳ありませんということで神様への,その備え物をあげてそして神様に許しを請う。 そういうことがずっとですね旧約聖書では行われていたわけですしかしその神様が私たち人間に対してイエス・キリストをこの地上に誕生させてくださる救い主をこの地上に送るそのことも旧約聖書に書いてあることですそしてそのイエス・キリストがいつ来るんだろう救い主がいつ来るんだろう というふうにずっと旧約聖書では待っているわけです。しかし今から2000年前にイエス・キリストがこの地上に赤ちゃんとして誕生してくださいました。このことは神様が私たち人間に対して大いなるもう愛の表現としてイエス・キリストこの地上に存在させてくださった そしてイエス・キリストは私たち人間に対して神がどれほど愛してくださっているか大切に思ってくださっているかということを私たち人間にイエス様は語語語って語っってててくださいました。そして何よりもこれまで亀井様に対して供え物をしていた。 自分イエス・キリストがその備え物の代表として十字架にかかるそのことをしてくださったわけです。そして十字架にかかるそして十字架上で死ぬそこですべての備え物はそこで完結したというふうになるわけです。そしてイエス・スキリストは十字架上で死ぬその三日目に今度ははイエス・スキリストは復活をしました この復活というのはイエス・キリストが私たちに教えてくださっていることは人の命はこの地上での命は限りがあるけれどもその後イエス・キリストを救い主として信じたその方は永遠の命をいただくことができるそれが神の願いになります。お一人お一人が永遠の命をいただいてください。 これが神様の最も大きな願いになります。そしてこの地上での生活は終わるけれども私たちは天国に行ってまたお会いすることができる。その天国というところは素晴らしいところそういうふうに約束をされています。イエス・キリストを救い主として信じるこれが私たち 永遠の命をいただく唯一の方法になりますそのことをですねもう心に信じて歩んでいくもうこれでいいわけですからそうすると素晴らしい世界が待っていますオリンピックの出来事の中で皆さんも感動的なことっていうのはたくさん終わりになれるかと思いますがこういう出来事があったんですね 東京でそういう大会が中心に開催されるわけですけれども陸上の選手ジャマイカの選手で110メーートルハードルハドに出場する選手がいいらっしゃいましゃまたで予選を通過してですね準決勝で準決勝決勝というふうに、まあ、続いていく、まあ、そういう日程だったわけです。 そして朝起きてですね、えー、準備をして、えー、会場に向かう、まあ、選手村っていうのがありましてそこで皆さん準備をしてそして、えー、バスに乗ってその会場にもうたくさん競技ありますからねどっとこう,もうどんどんバスが出ていく、まあ、その方もバスに乗ってですね出発をする到着する降りましたなんか昨日とちょっとっ 景色が違うなっていううななといいこに気づいたようですねなんか違うなそしてボランティアの方に「私これジャマイカで1 1 0ルハードルに出場します場所どこですか?」って聞き,聞きましたそしたら「あなた会場違ってるよここじゃないよ」ってなったわけです。えここじゃないんですか時間を見ると。 これからあそこに行くバスはなかなかないなボランティアの人もですねそこで気を利かせて言いましたあなたねここからタクシーで行けばまだその準決勝に間に合うからタクシーでと言ってもその方はお金持ってないですねじゃマイカの選手これ一万円渡してですねこれであなたすぐタクシーに乗って国立競技場に来なさい そういうふうに言われて国立競技場に行くでいわゆるその大会の前には出場する前にこうアップってしますよねアップでこう準備するそういう時間がもう言ってみればなくなってしまったわけです。でその方はもう直接会場に行く、まあ、できるだけのおアップをして準決勝に出場。そして 出場してなんとかですね準決勝は通過したわけですよいやーよかったそしてその後決勝です、まあ、数時間後に決勝があったわけですけどボランティアの方からですね「行ってきなさい」って言われてきてまあアップもなかなかできずに準決勝そして決勝そして決勝で出場しましたそして。 金メダル取ったんですね、その人はえー、取れたあそこでタクシーに乗ってなかったら私ここに出場できなかったそれでその金メダル取った後ですねそのジャマイカの選手はボランティア会の方を探すためにまたそこの場所に行って「いますかこの方さっきの人いますか?」探して。 その方を見つけたんですよそして今そういう感動的なことがあると自撮りって言うんですかね二人でこ,うこんな撮っちゃってそしてそれが今度インターネットに乗ったわけですよねこの人に助けられて私を金メダルを取りましたびっくりしましたねその方も、えー、あれから行っても金メダル取れたんだそういう出来事があったんですね小さな出来事が もう金メダルのことでつながりまして、そしてさらにそのことが母国ジャマイカにも通通じちゃったんですね。そしたらジャマイカでも話題になりまして、観光大臣がこれはいい話じゃないか素晴らしい。そしてそのジャマイカの観光大臣がですね、この日本にこう、まあ、メールを。 打ちましてですねそのボランティアの方を今すぐはジャマイカには来れないけれど今のこのコロナが収まって海外に行くことができたらジャマイカにあなたを招待しますから VIP としてあなたを紹介招待しますからぜひ来てください、まあ、そういう出来事になってたんですね。 小さな小さなあその人が気を利かせてボランティアの人がなさったことがもうその出来事につながり金メダルにつながりそして今度は VIP 待遇でジャマイカに全て経費はこちらが持ちますとそういう約束がなされているわけです。私たちも神様との約束 イエス・キリストを救い主として信じるこのことによって私たちは VIP 待遇として天国に迎えられるということですそしてその天国は素晴らしいところが準備されているこれが聖書の言う約束になります神様はそのことを待ち望んでいるそしてイエス様も天国で 私たちのことを待っている行き先が決まっているということはどれれだけ私たちの心に平安を与えてくれるかということですこういうことは私はですね学びの中で話をした,した時にこういう質問を受けた時があるんですね。皆さんにもちょっとお伺いしたいと思いますがでも死んでその天国に行く前に なんか仏教だと閻魔様っているでしょあのキリスト教は神様がいて、その場所で。お前がやってきた。その生涯を。なんか走馬灯のようにブーッう、ブワっと、ぶらっと見せるっていう。ことを聞いたことあるんですけど。あれ考えると、私嫌です。この話聞いたことある人います。 あなたがなさったいいこと悪いこと全部なんか見せられるって聖書にそんなこと書いてます書いてませんよ書いてませんそういうことはでもねこれは聞いたことある人って結構いるんですよそんなことはねありませんそれでなかったら罪許されたってことにならないでしょ 何かね皆さんね自分「ああのことやってしまったこのことやってしまった嫌だ」「あのことは思い出したくない」「あんな自分は嫌だ」そういうふうに思うことがまあ罪ですからしかしその罪も全て許されるこれが神様が私たちに約束をしていることです。ですから私たちはもう VIP 待遇で天国に 招待されていいるととうことですそこへの切符はもう既に準備されているそしてお一人お一人に神様がその時その時もう皆様が決めるのでなくてですね神様がその時を準備してくださるですから皆さんどうぞイエス・キリストが救い主であるということを心に信じるこの歩みをご一緒にしてまいりましょう。 そして何よりも私たちがキリスト教でいうこの罪というのは神の存在を認めないことですから神を認めこれからの人生をよろしくお願いしますこのようにして神様と共に歩んでゆく罪許される人生というのは本当に祝福された人生を私たちは歩んでいくことができます。 私たちが日々の生活の中にあってこれしたいあれしたい忍耐をもって物事をなしていくそうしますと神様は私たちに励ましを与えそしてその状況の中にあってさらなる希望そしてまた皆さんお一人お一人をその希望に向けて共に導いてくださるのが私たちの神です。 今特に大学生の方などは就職試験とかそういうことで一生懸命になさっている方もいらっしゃると思いますし皆様のご家族でもいらっしゃる方もうすでに決まった方もいらっしゃるかと思いますがこれは今から10年ほど前のお話なんですけれども一人の女子大学生がですね その時非常にこう日本の経済がですね景気が良くないと、まあ、そういう時でしたですからなかなか就職が困難そういう時がありましたでその方は就職先を受けるが,受けるがなかなか合格できない70社落ちてしまったそうです、まあ、私たち その就職試験でもそうですけれどもこう落ちるっていうことはなんか自分がこう否定されてしまったようなそんなふうにこう考える人もいらっしゃるようですけれど、まあ、その方もああ自分はダメだな、まあ、そういうふういいふな状況ででたわけですそしてまあさらに就職を考えですね福岡から名古屋までこう飛行機に乗るわけです。 次の収集先どうななるかなそして学生さんでしたから少しでも節約しようと思って、まあ、その当時ですね、まあ、機内で飲み食いすることができ、まあ、ちょうど昼の飛行機でしたから自宅でホットケーキを焼いてですねタッパーに入れて持って飛行機に乗る、まあ、機内でですねそのホットケーキをこう自分の子を食べてたわけですね。 大丈夫かなまあ就職のこと試験のことを考えますね面接のことを考えますね、まあ、そういう中一人のキャビンアテンダントの方が食べ終わった頃にですねこう寄ってきまして「そのタッパー洗いましょうか?」というふうにこう声かけてくださったんだそうですそして「じゃあお願いしますと」とタッパーを渡すって洗ってこう持ってきてくださる。 その様子をご覧になってですねこのキャピンアテンダントの方は「これからお仕事ですか?」まあちょっと話しかける「実はあの就職の面接がありましてああそうですか」っ、まあ、相当緊張した顔なさってたんでしょうね」「そうですか」こ、ま、う、あ、タッパー渡してその場はこう終わると。 名古屋空港に着いて飛行機から降りるその時に一枚のハガキをこの大学生はキャビンアテンドからいただきましたこういう内容でした「お客様へ乗務クルー一同より2010年11月25日本日はご登場いただきましてありがとうございました」。 お客様の第一印象は「ホットケーキのように優しくて温かいお人柄でした」「面接などでは緊張されることと存じますがお客様のお人柄と笑顔を武器に頑張ってください」「お客様にとって最高の仕事に出会われますことをお祈り申し上げます」このハガキをもらったんですね。 このハガキをもらっていやそうかこの方の言うように優しくて温かいお人柄こう言われるとなんか嬉しいな、まあそういう気持ちになってそして名古屋での面接試験を受けましたそして後日その会社から 合格の通知をもらうわけですいやよかったそして何社かですねこう就職があるわけですけれども結局合格したのはこの時の一社だけだったって言うんですねいや本当にあの時にキャビンアテンドの方からいただいたこのハガキが私を本当に励ましてくれた 就職なかなか決まらなかったけれども神様が与えてくださる私たち忍耐があるその忍耐ただまずだけでなく必ずうまくいくんだと思いながら行動をするそして必ず励ましを準備してくださり希望をなしてくださるそれが私たちの神である。 まあそのことをこの出来事から知ることができます。私たちもこの一週間、今日の聖書箇所ローマ人への手紙の第15章代表して4節のところを書かせていただいておりますけれども、第15章の1節から6節をですね今週この箇所を読みぜひ。 神様からの慰めそして励ましをいただいてそして行動し忍耐を持って物事を成していくそのような歩みをご一緒にしてまいりましょうお祈りをしてまいりましょうこれまで書かれた事柄はすべて私たちの教えのために書かれたのであって それは聖書の与える忍耐と慰めとによって望みを抱かせるためであるお一人お一人に神様が語ってくださいましたことを感謝いたしますどうぞそのお一人お一人を神様がなおなお覚え励ましと慰めそして希望へと お導きくださいますようによろしくお願いいたしますどうぞ一人お一人神様への応答のお祈りをしばししてまいりましょう